こんにちは。テンバーアカデミー堀秀です。今日はシステムを使った商品探しは NG ということでね、このオーストラリア,アマゾンには他の国との、ね、価格差を比較して、で、オーストラリアで高く出品している人がいるというチェックをする機能がついててですね、で、会員さんの中でこの高い、高く出してるんでね、商品を出し直せと、価格を見直せと、 いう通知が来てアカウントがサスペンドされた方がいます。で、これはね、えー、無事サスペンドは解除できたんですけど、まあ、例えば、まあ、Google なんかのね、えー、拡張機能でこの世界の Amazon の価格を比べる機能がついてるんですけど、まあ、当然、ね、Google アプリでできることは Amazon もできるんでね、まあ、こういうシステムはあります。で、その中でね、えー、高く出してる、えー、出品者、 それに警告を出したり、サスペンドしたりというのをね、やってるのかなと思ったんですけど、ただね、そのサスペンドされた会員さん以外は、誰もそんな警告も来てないし、表示も出てないと。ただ私も含めてね、みんなアメリカや日本と比べたら高く出品してます。同じ価格で出品してオーストラリアで利益取れるわけないし、 ま、利益取れるわけないっていうか、同じ額で出したらオーストラリア大赤字になるんでね。まあ、そんなことができるわけがないと。で、まあ、改めて、まあ、えー、考えてみると、サスペンドが入った会社の状況は、出品価格の100%が、まあ、A.C. を使ったツールにより探した商品だったと。で、当然 Amazon はね、えー、ツールを使ってるっていうのはわかるわけですね。で、ツールを使っては、これ、価格差調べて高く出してるだけだなと。 いいうのが分かかって警告来たんじゃないかな、まあ、どういうことかというと、まあ、他にも出品者がいる商品をただ高く出す出品者だとです、ね、まあ、正直いてもしょうがないということでね、警告が来た。しかもそれツールで探していると。で、まあ、他の会員さんに他国の生涯に高く出すなど警告が来た例はない。 まあひょっとして出してる商品全部ね相乗り商品でえ100%、あるいは100%近く、他国より出してる高く出してる会社はいるんですけど、結構来てない、これ、違いは何かって言ったらツール使ってないってことですね。ですんで、ツールを使わないようにという話してるんで、普通に守っていただければ、なんら問題ないえ可能性が高いと、あるいはまあ,あまり高く出品しない。 高くてはどの程度かっていうの。まあ、これあの、個別会員さんはね、また、え、これどうでしょうということで相談してもらえば、出品価格、え、相談、あの、アドバイスしますんで、まあそうじゃなくてね、え、マニュアル会員の方は、まあ、え、個別の価格等の細かいサポートはないんで、目安としてはね、え、尻核の3倍で売れば利益出るわけですから、まあ3倍で売ると。まあ、それより高くても、相乗りカタログの場合には、それ以上は、え、載せないというのが無難かなと。 でただ、100円、300円のものをね、100円のものを300円で出したも赤字になるだけなんで、まあ、3倍、または仕入れ価格プラス1000円のいずれか高い方の金額で出品すると。100円のものだったら1100円で出品するというような形でね、まあ、あの中にはね何十倍って金額になっているものもあるんですけど、これ高くていいなと思ってそれに乗っかるのは危険かなという感じです。 まあそんな形でね、まあ、これアマゾンもそこまでやるかという感じでね、えー、この警告来た時には驚いたんですけど、まあ、その後の様子を見てるとね、まあ、この警告来た会員さんが特殊な例で、特殊な例というか、やっぱツールを使ってるね、えー、ところに原因があったんじゃないかなという感じなんでね、えー、まあそんなに気にしなくてもいいんじゃないのかな。まあ、そんなに気にしなくてもいいんだけど、こういう例があるわけだから、まあ、 そういうのがね、えー、あったらどうするという前提で、あまり高く出さないとかね、えー、売れた商品の再出品については、えー、独自カタログも作ったり、セット商品なんかも作っていくという形でね、えー、やっていければ、まあ、そんなに神経質に、えー、することはないかなと。ないしろね、アマゾンはこれ本当に高くより高く出しちゃダメと言って、本気でやったらね、あオーストラリアアマゾンで出す人いなくなっちゃいますんで、まあ、それはよく考えたらね、えー、できるわけがないと。 いうことなんでね、えー、以前の動画を見て受けた印象よりも、えー、だいぶ柔らかい感じで運営して大丈夫です。えー、そんな形で、まあこの、この辺のね、えー、何が NG、何が、えー、OK っていうのはね、動きますし、まあ、こう運営していかないとわからないんでね、また、えー、新しい情報入ったら、あるいは修正点があればお知らせします。まあ、そんな形で、システムを使わなければ、まあ、それほど他国との、えー、価格差というのは気にしなくても大丈夫と。 いう形でした以上天板アカデミー堀秀夫でした。